おはようございます。釣り子 TV です。これは結構待ちに待ったワームじゃないんですかね。またワーム、買ってきました。ライアーミノーっていうことで、一斉ですね。一斉のライアーミノー、これは結構長いことね開発されてたんじゃないかなと思って、いつ出んだろういつ出んだろうと思ったら釣り具屋さんに並んでましたね。ハス5っていうカラー買ってきましたけども、これ3インチなんですね。ライアーミノーね、ついに発売開始っていうことで一袋買ってきてみました。まあ小魚系のね、まあこういう感じのワームですね。この手のね形のやつね、どうしても房総のダム湖とかやるにあたってね必要というか、まあなんだろう、その時代時代にね名作のこの形っていうのがあるんで、これはね新しい一手になるんじゃないかなと思ってね、ちょっとダムとか釣り込むためにね買ってきてみましたよ。まあ最近だとね、ディスタイルのビローラとかね、あとは今勝の、まあ、レインボーシャットとかね、まっすぐで小魚を模していて、そんでもって食わせにかかるってね、いろんなのがあるけど、それぞれやっぱこういうシンプルな中に独特なねこうギミックが搭載されてるんですが、一斉に関してはもうねものすごい数のねアイデアが詰まってそうで、これはね一粒で何度も美味しいだろうなと思って、はい、出てきました。こういう感じで型崩れ防止のですねクリスターパックに入っていてね、月ですね、愛がついてくるっていうことで、早速一つ出してみますね。うわー、これは柔らかい。あ、すいません、今尻尾の方から触ったんで思わず柔らかいって言っちゃったんですけど、ボディの方はねこれすごい張りがあります。プリンとしてるね。でここまで細くすぼまって薄くなるから、尻尾の方のね同じ素材なんですけど、このデザインによってめっちゃ柔らかい、このプリプリした感じがね、これね、でもねこっちの方はね結構プリンとしてる。そして頭周りはこんな感じ、ね、背中の方は中空になってる感じですね。そしてここにね2つのスリットがついている、ね、こう、でお尻の方、これは独特ですよね。これね、こんなテールなんです。へえ、あーパッと見るとねどうだろう、結構ねビローラと似てるような印象はあるんですけども、ただねほんと細かいねこういうところの作り込みとかがね、またそれとは全然違った感じになってるんで、で空気も入るから、あミドストとか、あの何ですかね、自分まだやってないですけど最近流行りのあのホバストとかそういうので使ってみたいですね。で目があるんで目を貼り付けてっていうことですが、こういう作業ってね、あの後に取っておくとね、ついつい釣り場とかだともういいやもうこのまま投げちゃえ目ないけどってなりがちなんで、今日はねちょっとね目もつけておこうと思います。ライアーミノね、そんでそうだな、目つけるから、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあお目目をつけていきたいと思います。わーいっぱいいる、いや綺麗だな。はい、いいね、こういうね目とかつけてくれてんの嬉しいですね。これ 100均でね、あれこれあの瞬間接着剤ですね、これをちょうど買ってきたんで瞬間接着剤も使ってねやっていきたいと思います。点眼してね、よいしょ、
わーねえ、片方ですけど目ん玉つけただけでもだいぶね精悍な感じになってきましたね。やけど、はい、全部つけたらね、ちょうど、当たり前だけど全部目玉がなくなるっていうね感じで、あーいいですね、わー精悍な顔つきになった。はーい、目玉をね装着して、でまあ瞬間接着剤でね取れづらくしてみたんですけども、一気にね生めかしい感じになりましたね。これは釣れそうね。でまあね結構、3インチサイズなんで、まあこう手に持った感じでもちょっと重さを感じるね、まあノーシンカーでも飛びそう、そんな印象の重さはあるんですけども、念のため何グラムあるかもね測っておきたいと思います。ちょっとね今手が接着剤まみれになっちゃってそこらしくっついちゃうかもしれないんですけども、一世から新しく出たですねライアーミノ、これは何グラムでしょうか。ライアーミノね 3.2 グラムって重さが出たんで、これは飛びそうですね。でいつ使うかっていうと、もう春先の今じゃないかなね。関東の釣り場でいうとワカサギがベイトでいる湖なんかはね、ワカサギがこう上流に向けて集結するなんていうタイミングがあるので、そういったタイミングに上流に入って、でこれを頼りなくストレート引き IG 引きみたいな感じで狙ったらまず間違いないんじゃないかな。で今回はねこんな色を買ってみたので、これはね、ハスゴっていうカラーなんですけども、あー白尾にもいいんじゃねえかなと思って、バスが白尾っぽいのを変色してるなーなんていう姿を見かけたら霞水系なんかでもね、いっちゃおうかなーなんて思ってるんですけど、でこのリアルな目ん玉もつけたんで、そういう場合はジグヘッドリグとかでね、使ってみようかなーとか、あとはねノーシンカーリグで 3g ちょいあるんで、まあ飛距離も出そうなんで、ノーシンカーで水面、直下を頼りなさげにフラフラ泳がしてみようかな。まあ何やっても釣れちゃいそうですね、でこの尾っぽのこのね独特な出っ張り、こうね見えるかな、この出っ張りで、パッケージの裏にね説明が書いてありました。カット可能な上下対称のレジスターシャトテールということで、水平姿勢を保ちながら就業効果の高い、下流と、美波動アクションを発生させます。スリットに合わせてカットすることにより、トゥイッチやジャークといったロッドワークによるスライドダートアクションを生み出します。2つのテールアクションが特徴で、ジグヘッドスイミングやマス張りによる水面ピクピクメソッドの他あらゆるリグに対応しますということで、まああらゆるリグに対応してくれそうですね、本当にね。まずは、まあ、ノーシンカーから行ってみようかな、なんて思うんですけども、こんな使い方も良かったですよ、なんていうのとかね、いろいろこういう使い方、どうですかとかあったらですね、じゃんじゃんとね、コメント欄に、書いていただければと思うんですけども、まずはね、ダム湖に持って行ったり、霞水系に持って行ったり、そんでね、いろいろ、眠り倒してね、使い込んでみたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は、一世から新しく出たこちらですね、ライアーミノ、31、まあ、小魚ワハムって書いてありますけどね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。